で、まずボタン設定ですね。こちらはボタンの設定を変更することができるようになってます。で、これも変更しちゃってるんですけども、まあ、こんな感じでね、いじって、低音をちょっと強くしてみたり、あとまあ高音をちょっと下げてみたり、弱くしてみたりすることができるようになってます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ラーモです。僕のチャンネルはですね、イヤホンなどのオーディオ系のガジェットの紹介を主に行っているんですが、その中でもですね、今特に人気が出ているブランドがアビオットになります。僕のチャンネルでも TE の D01D、それから 01G、 あと BD21F とかアビオットのね、完全ワイヤレスイヤホンをいろいろとご紹介してきているので、購入した方も多くいらっしゃるかと思いますが、実はですね、アビオットはアプリをですね、3つリリースしています。アビオットアップとアビオットサウンド、トリプル X っていうものかな、あとアビオットプレイヤーの3つになります。まあね、結構ね、何がどう違うんですかみたいな質問も多くいただくので、試しにね、使ってみたのでご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはですね、メインはですね、アビオットサウンドトリプル X というアプリになります。で、このアプリは、撮影時はですね、D01G と最近発売の D01D Mark II、 こちらのですね、2つに対応しています。で、まずアビオットアップなんですが、こちらはですね、現在 Android スマホのみリリースされているアプリになりまして、 D01G のファームウェアアップデートをするアプリになっています。 D01G をね、購入している方も多くいらっしゃると思うので、まあ詳しめにご紹介しますが、このですね、アビオットアップでですね、ファームウェアのアップデートを行う必要があります。じゃないとアビオットサウンドトリプル X っていうのは使えないんですね。ただ先ほども言ったんですが、アビオットアップは今のところですね、Android 版のアプリしかリリースされておりません。なんかその申し込みフォームで、申し込んでから、アビオットに発送して、アビオット側でファームウェアのね、アップデートを行ってくれるらしいです。送料はですね、こちら持ち、そのユーザーが負担する形になっているようです。ちょっとね、iPhone 使ってる方からすると、まあ、っていう感じですよね。まあ、発送するのもまあ、そもそもめんどくさいですし、まあ、発送した間はね、使えなくなってしまいますし、まあ、送料も負担しなくちゃいけないですしね。まあ、ここはね、もう、ちょっとなんとかなんなかったのかなって思うんですけど、まあ、何かしら事情があるんでしょうね。なので今回僕はですね、前に使ってた Android スマホにアビオットアップをダウンロードして、ファームウェアのアップデートを行いました。これがですね、結構ややこしくて、まあ、まずね、そのアップデートするための手順を動画で見ます。で、これはね、ちゃんと見た方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、見なくてもできる人もいるかと思うんですけども、まあ、ちゃんと見た方がいいんじゃないかなって思いますね。結構わかりづらかったです、個人的には。で、まあ、あとはね、手順に従って、片側ずつアップデートする形になります。片側が10分なので、まあ、両方で20分くらいかかる計算になりますね。まあ、ソニーとかもね、時間はね、同じぐらいにかかるんですけど、まあ、簡単にダウンロードできるので、まあ、ここはちょっとこう、すごい分かりにくいなっていうか、他のメーカーさんのアプリと比べると、ちょっとまあ、ファームウェアアップデートの、めんどくささがちょっと際立っちゃってるというかね、ちょっと分かりにくいなっていう感じですね。で、アビオットサウンドの方、実際にちょっとお見せしたいと思うんですけども、ペアリングしたらですね、アビオットサウンドトリプル X 開きます。そうするとまあ、イヤホンを検索してくれます。こんな感じで TE の D01G L っていう風にまで出ますね。でまあ一応 L と R 両方とも、まずバッテリー残量を確認することができます。であと音量もこう、結構スムーズにね、変更することができるようになってます。でまずボタン設定ですね。でこちらは、ボタンの設定を変更することができるようになってます。で、これも変更しちゃってるんですけども、このような感じでね、デフォルトの設定って下に書かれてますね。で、僕はまずダブルクリックで音量を下げる、上げるっていうにしたかったので、左側を2回押すと下げる、右側を2回押すと上げるに設定してます。で、トリプルクリックっていうのが右側にありまして、こちらは、3回押すと次の曲。で、左側を3回押すと前の曲っていう風な設定に変えてます。なのでこんな感じで、まあ、自分のね、操作しやすいように設定を変更することができるようになってます。これは結構便利な機能かなと思います。でその隣が一般設定ですね。一般設定をしますと、言語設定。これ日本語と英語が選べるようになってますね。それからファームウェアのバージョンも見ることができるようになっています。で左下が EQ ですね。この EQ がまあ結構しっかりしてまして、まあ、こんな感じでね、いじって、低音をちょっと強くしてみたり、あとまあ高音をちょっと下げてみたり、弱くしてみたりすることができるようになってます。で試しにこうね、自分で聞きながら音の調整をしてみて、あ、まあこんな感じがいいかなっていう風な設定にしますよね。で、そしたら一番下にある保存を押すと保存できます。で、まあ名前をね、決めて、まあ適当にね、この名前つけまして、OK を押すと、こういう風にね、プリセットが選択することができます。で、まあ、プリセット4つぐらいいけるんかな？で、こうやってまあ、保存しておけば、切り替えることができるし、
EQ を使わなければバイパス押せばね、EQ はかからないようになってます。これ結構便利ですね。で、その横がファームウェアアップデートですね。まあ、先ほど、まあ、アビオットアップは D01G 専用のファームウェアアップデートアプリという、まあ、位置づけかと思うんですけども、まあ、一度アップデートすれば、多分このアビオットサウンドの方でも、まあ、できるんじゃないのかなと思いますね。そういう感じに見えますね。で、それからですね、最近紹介しました、アビオットのですね、T の D01D Mark II、こちらも対応してます。ただですね、これちょっとこう、よくわかんないところがあって、今これね、D01D Mark II がペアリングされている状態なんですけども、アビオットサウンドトリプル X 選択しても、01G が接続されてますよっていう風に出ちゃうんですよね。うん。これ 01D Mark II を、まあ、接続してるので、Mark II にならないといけないと思うんですけど、01G になってるし、でもかといって 01G が接続されてるっていう認識にもなってないんですよね。ここら辺がちょっとよくわからないとこなんですよね。ボタンとかなんかあってこう、更新とかそういうなんかボタンがあればいいのかもしれないんですけども、そういうボタンとかも特にないので、01G と Mark II を、まあ、シチュエーションとかね、あとはまあ、好みによってね、切り替えるときとかは、どう切り替えたらいいのかちょっとわかんないんですよね。これもまあ、自分が使ってるまあ、iPhone とか Android のスマートフォンとか、まあ、iOS のね、バージョンによっても、もしかしたらすぐに切り替われるのかもしれないんですけども、僕が持ってる iPhone だとね、ちょっと、うまく切り替えらんなくて、これどうしたらいいんだろうなって感じなんですけども。例えばまあ、こう、ソニーとか、ゼンハイザーのアプリとか、ワンモアのアプリとかはペアリングするやつを変えればすぐにこう切り替わるんですけども、認識されるんですけども、これはちょっと認識できないんですよね。ここはちょっとどうしたらいいか分かんないところなんだよな。しょうがないから、だから一回電源落としますけど、でまあ一回まあ電源落としてもう一回立ち上げれば多分 Mark II を認識すると思います。認識しましたね。こういう感じで使うことができるようになってます。で、一番最初、今ね、Mark II を持っている方は、下のですね、ファームウェアアップデートっていうところにちょっと赤いね、マークがついていると思います。で、これを押して、ファームウェアアップデートしてください。してくださいっていうか、まあ、しなくてもいいんですけど、したいなと思ったらしてください。で、アップデートすると、01D Mark II の動画でもまあ言ってるんですけども、概要の取り込み機能をね、オンにすると、ちょっとこうノイズが乗ってしまうバグみたいなものを改善したようです。実際にね、使ってみると、結構減ってるんですよね。ただ、なくなったわけじゃないんですよね。結構減ったなっていう感じはするけど、まだ若干するような感じであります。まあ、ただですね、その AirPods Pro だったりとか、あと以前紹介しました、マスター&ダイナミックの MW07 Plus。まあ、これ結構高い完全ワイヤレスイヤホンなんですけども、これはですね、全くノイズがしないので、ただやっぱり、まあ、AirPods Pro も MW07 Plus も結構高いね、完全ワイヤレスイヤホンなので、まあ、この値段帯だとまあ、こんなもんなのかなっていう感じも正直します。まあ、現にですね、同じ価格帯のグライディックの TW7000 なんかは少しね、ほんと少しだけさーっていう風に言うんですよね。だからまあ値段を考えるとまあこれぐらい少しこうノイズが乗ってしまうのは仕方ないのかもしれないですね。であとですね、アビオットプレイヤーっていうアプリがあります。これはですね、アビオットの製品のまあユーザー登録と一昨日の会員登録およびログインをすることで、一昨日の提供する高音質音源を手持ちのアビオット製品のイヤホンで再生できるほか、アーティストの最新のニュースや楽曲にまつわる特集記事の配信、あとフリー作品、新譜の視聴などを行うことができるアプリになってますということで、アビオットサウンドトリプル X が、まあ、操作方法やあとアップデートとかそういうカスタムできるような感じのアプリで、アビオットプレイヤーは一昨日のサービスを利用できる音楽を聴くためのプレイヤーアプリになってる感じですね。はい、ということですね。アビオットからリリースされておりますアプリ3つご紹介しました。僕はですね、基本 Amazon Music Unlimited っていう月額定額で音楽聴き放題のサブスクリプションサービスを利用しているので、まあ、今回はですね、アビオットプレイヤーは使わなかったんですけど、まあなんか気が向いたり、まあちょっと要望が多ければ使ってみようかなと思います。だから今のところはアビオットのですね、TE の D01G と 01D Mark II、この2つが対象になってますけど、今後発売する女性専用の完全ワイヤレスイヤホンがアビオットから発売されまして、D01i だったかな。これは多分最初から対応してると思いますし、まあ、BD21F とか、あとピアフォンとかももしかしたらまあ今度対応するのかもしれないですけども、今のところ2つのみになってますね。まあ、特にですね、D01G は持ってる方結構多いかと思いますので、ぜひアップデートしてアプリを使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、iPhone の方はちょっと自力じゃできないので、まあめんどくさいんですけども、もし行いたい方はですね、下にですね、申し込みフォーム見つけられたらリンク貼っておくので、アビオットに連絡してですね、アップデートしてみてください。それではですね、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからですね、下にツイッターのリンク載せておきますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラノモでした。